やっほー。いや、もい、こんにちは。こんにちは。こんにちは。暇ツイキャスナウ。みんな見るの早いですね。サイン？今ね、10分の1ぐらい終わりました。わかんない。12分の1ぐらいかな。サイン頑張。ちょうど俺も暇だった。ありがとうございます。遠洋漁業でしたね。桃春、桃春にガチ恋してもいいですか。いいですよ。初見です。桃春さん、こんばんは。こんばんは。100枚ぐらいかな。お疲れ様。こんばんは。おクラッカー、ありがとうございます。サイン書きながらキャスやってんの。1000枚もオファー来るのありがたいよね。うん、桃春の声愛おしいんだよね。ありがとうございます。桃春かわいい。まさに今日もかわいいね。頭なでなでしたいよ。桃春本当に好きだ。今日もあんたの顔してた。本当に生まれてきてくれた。ありがとう、ありがとうございます。お茶ありがとう。達坊さんピン。それについてはですね、さっきねコンタクト入れようとしたの。コンタクト入れたら目が痛くて涙が垂れてきて、泣いてたら今も痛い。メイク全部落ちちゃった。うん、かわいそう。ティーベント行くかも。来てよ。ああ、かわいい。こんにちはね。初見です。なんちゃってお久しぶりです。腕相撲残念でしたね。高橋は強かったよ。桃春、目が痛い。もうコンタクトマジでさ、慣れないと痛いよね最初。こんばんは。この間ディズニーに向けて友達が傷つく。ああ、ありがとうございます。ディズニー嬉しいね。桃春船長こんばんは。この時間みんな見てるんだね。結構遅っ。みんなも何でも可愛くないしてる。右下の水着はあったの。家にあったよ。なんでこんなに可愛いんだよ。お茶、お茶ありがとう。桃春って目悪かったっけ。ちょっと悪い、ちょっとだけ。だからね、買おうとしたのに。君にから、はい、さっき電話しました。電話してどうする、あれ、あれ、なんだっけ。やばい、なんか業務的な話が始まった。もうほりちゃん、ビリーズ工房見てきたの。いいの、ソフト、ハードなの。騒がしいな。 HS やっておる。細田さん今日なんかスーツ着てる。いつもじゃないだろ。今日は撮影だったの。言っていいの、今日撮影だったってことって。言っちゃったけど今。撮影はいいよ。名前は秘密。まだ、まあちょっと後で確認しとく。で、あ、言ってもらったんですけど、今日撮影だったよ。弟の部屋のいい匂い、いい香り。なんかダメだ。男子臭い。DVD ヘブン。はい、ちょうど。悪いのは目だけか。目、あと歯が悪い、親知らず。桃原のエクボが今日天下一品の日で、どういうこと。ハード痛いよね。つけてられなくて痛いした。春子もやばい。 DVD 引き下がらない。こんな感じだよ、こんな感じ。見える、こっちも。ほらほら、ハードって手入れとか大変じゃない。ハードめっちゃ手入れ簡単だよ。水で洗えるもん。あ、サイン書いてないじゃんこれ。うん、好きになりそう。まだ電車な、電車でこれ見てんの。ヘッドホンか。おい、
見とると顔が見えない。ごめんごめん。可愛いから顔。ありがとうございます。船長何気にすごい。ん？あ、あ。今日誕生日だよ。ええー！今日誕生日なの。今日ね、あれだよ。リキも誕生日。リキ。リキー！おいで。リキ。リキー！来た。なんだそれ。すげえでっかいの持ってきたな。おいで。誕生日の人いるって。リキも誕生日でしょ。おいで。来ない。うん。おはるちゃん、あなたらにその、おはるちゃんだ。な、ま、な、まあ、13歳になってる。10! 若っ。あ、あい、来た。なんで逃げんだ。おいで。おいで。逃げられる。おいで。汚い日に。はい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 、おいでこっちだよ。おいで。ここにいるのに抱っこしなくていいのかい。おいで。抱っこさせてくんない。長州力じゃないよ。力って犬。社長んちがいる。だよ、一歳になったよって。かわいい。うん、誕生日プレゼント何欲しいのかな。力はおはる、おいで。ワン、ワンワンワン、かわいいな。これね、今何歳になったの。1歳、今日で。長州力とか消臭力とかひどいね。犬用のケーキ売ってるよ。リキかわいい。おもへちゃんもっとかわいい。付き合って。かわいいのはおはる。犬になりたい。犬になりたい。お前がサインかけっつるの。無理だね。あ、ケーキくれた。よかったね。はるかんとこのワンちゃんね。うん、そらは何歳だっけ。7になるのかな、もうそろそろ。1ヶ月違いなんだね、誕生日。誰かも1ヶ月後誕生日なの。お前がサインかけ。ひどいな。あ、誕生日ほらケーキくれた。よかったね。あ、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 もうあれって犬っぽいよね。犬結構俊敏だな。そうだよ。ほら、力がぬいぐるみになってる。何、ぬいぐるみが欲しいの。てってってれってれってってれ。はい、行くよ。痛い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 。お前は一歳だったから元気だな。はい、いいよ、行ってらっしゃい。痛かった、鼻をつけた。どっちが力じゃないわ。力元気、早く出航したいよ。飽きたよ。サボりキャストがひどいな。暴れてる。モンハルサウンド高音質。なんだ、かわいさ。鼻かきながらやってるけどね。今月の22が誕生日です。はるかの弟がね、26。はるかの、あ、空ももう少しで誕生日だ。無邪気か。鼻かゆい。なんか、空に鼻ズンで叩かれて。もしかして、サイン残り900万着、補強ゴロが返してもらえないとか、ブラック事務所。返してもらえるよ。モンハルとだって動物投稿したいかもしれない。息もついててやってないよ。うちは、娘は24番に。社長の意見がモンハルだったのか。モンハルと同じ誕生日で。うそ !11 月1日、生誕来てね。弟の部屋に勝手に入ってきてさ。お前ら春が誕生日じゃねえよ。ピッ。俺15で。何何よ。え、びっくりした。泣いたかと思った。また投げろってか。えっ、鼻かゆいな。なんか力のせい。今日どうしようかな。
かすれてきちゃった、やばい。空の上に何やってんねん、お前は。あ、聞こえるの、イエスアイキャン。あなたとリキの足を触ってひどいな。前髪短いな、今日。何、リキがずっと下にいるんだけど。もうすぐ19歳だよ。皆さん、聞いて。DVD イベントが1個増えたの、実を言うと。18日にね、19日だ。10月19日に。2回やります。そう、遊びと。大阪で行きたいよ。待っててね、もうちょっと。桃春って可愛い。ひどいな、可愛くないよ、そんなもん。ひどいわ。そういうつもりしてないでよ。うん、アソビットが16時からで、ソフマップが18時から。ありがとう、両方行くって。おはる、日本と会いたいから。誕生日からもう19になるよ。桃、え、髪型付き19歳に見えない。元その子、マジかよ。あ、声ありがとう。アソビットとソフマップ、そう、11日って文化祭イベからの、そう、東大に来てくれ、桃春。東大、ママ可愛いだって、ひどいね。まあ、いっか。ねえ、本当に鼻がかゆい。リキのせいだよ。リキ、おいで。大丈夫なんだから、映りなよ。今ね、真剣に、ママとご飯。お腹すいた。毛が入ったんじゃない。何時に勤めてもいいよ。たまに、ママに、ママハルかわいくないって、何歳に見えて聞いたら、中二って言われた。マジかよ。イベントいつ、アレルギー、そういえばもう、もし、なんちゃらで、大学という叫び声。誰も見てなくて、一回話し。ひどいよ。俺的そこ変われ。サインの数字18は最後になるのかな。鼻と口しか映ってない。ごめんなさい。一日ラーメンショーあるから、一日終わり。そうだよ。ラーメンショー行って、文化祭行って、生誕。やったー。だから1ヶ月後の自分とかめっちゃ楽しいじゃん、一日。やばいな。お腹すいた。今ね、ツイキャスの時間、ツイキャスの時間、サインの時間。特にお題はないんだよね。なのにツイキャスやってる。一つ一つ愛を込めて書いてるよ。愛を込めて花束を。あ、プレイボーイ見てくれた。ありがとう。カニカマ以外は生食べてないの。食べた。枝豆。桃春。ツイキャスって何？おしゃべりするところ。うわ、とにかくディスる。やだよ。リッキーさん、なんでここにいんねん。おいで、おいで。それ雑誌の上でしょ。何してに来たの？それは阪神かな。サイン毎回違うの。ほとんどでしょ。ケーキだ。
高橋さん、つばみきが、もはれちゃんみたいな髪型にしたいから、美容院の人に頼んでみる。生まれてきて、そのまま髪の毛、まっすぐ切ってるだけ。なんかもう、ほんと、目痛いの。一番武田咲希大原になりたい。なんでだよ、力になりたい。ふうふうして、髪の毛サラサラ。今日メイクさんにやってもらったからじゃない。当たりのサイン書いてるよ、いっぱいいっぱい書きすぎて当たりじゃなくなってるもん。むしろ愛を込めて、でこ見せて。やだよ、言いたいことがあるんだよ。なんだよ、お風呂上がりの、あ、何それ。電車大丈夫、大丈夫。かまどとぶつかるやつ行きます。ありがとう。大春、みゆっちゃ好き、好きだよ目が痛い、鼻が痒い、できる。サインも書かない鼻かわいいね、鼻一番嫌いなパートだよ、パートパートだよ。こんばんは。来月から桃春になろうかな。春かなってめっいいことないよ。あう。あ、コインありがとう。顔印象で死んじゃう。桃春大根を盗みに行くね。ありがとう。ペロッとして。やだよーだ。みんなのツイートを見送ってる。へえ。ウインクめっちゃ下手。あ、読んじゃった読んじゃったじゃないかーい。ちょっとボスだ。はい、ごめん、あのさ、ビッグバンド野村のやつ転送してくれたじゃん。はい、これ今見てんだけど、どうやってダウンロードするのか分かんないんだよ、これ。え、もう入ってないのかもしれないよ、こちら。あ、もう多分それ聞こうか、来たことまた答えちゃった俺聞いたことあるよ。俺のメールアドレス教えてあげて。ありました。見送ってるの今。見送りキャス。みんなのコメント見送りキャス。お疲れ様です。帰っちゃった。スタートの。お腹すいた。何が食べたいですか？私は、パイタンラーメンが食べたい。リアルに食いに行けるやつでしたね、今ね。怖いね。パイタンラーメンが食べたい。近くに美味しいのがあるんだよ。パイタンラーメンね。パイタン
桃春の主食犬だよね、何それ。犬食べないよ。うん、パイタン、え、パイタンじゃないの、タイパン、え、パイタンだっけ、タイパン、え、パイタンスープです、そんなこと言わなくていいです、パイタンスープ、パイタンです、そうだよね、言わなくていいです、何それ、逆かなと思って、よくわかんねえな、うん、ねえ、タピオカって味しないよ、エクボー、はあ、なるほどね、中国のものなんだ、じゃあ、あ、そっか、ラーメン自体もともと中国のものか、ラーメンが食いたいな、ラーメン、もはるか食ってるじゃないんだけど、ん、ファイヤーオーパール好き、なんだそれ、一枚本気でサイン書いてほしい、超本気、全部超本気だし、牛タン食べたいな、タンしよう、大原に一回待ったことありません、エクボに恋したり、あー、なに、リッキーかよ、びっくりしたじゃんかよ、えっ、やめて、スリッパ持っていかないで、桃色サンセット、桃色の片思い、痛い目が、テテテテテテ、ハズレのサインはありますか、作っとく、ハズレって書いておこうかな、胸がキュンと桃色のパンたち、明日ね、親知らず抜きに行くんだ、どう思う、誰も答えてくれないし、抜くの、抜くんだよ、違う、右の下、痛そう、また抜くの、上抜いて下抜いて、次こっちの上抜いて下抜いてってやっていく、たまにね、頭痛くなるの、親知らずのせいで、だからもう抜いちゃおうかなって、そのこと、そうなの、しかもね、前歯が歯並び変わっちゃったの、やっぱ下の歯は大変なのか、抜くときは気持ちいいんだけどね、スコッてするよね、無理っていうか、もう目が痛くてしょぼしょぼするんだよ、
親知らずのせいで人気落ちたらどうする。それは問題だ。でもね、一個抜いたじゃん。喋りやすくなったの。いいことでしょう。あ、痛い。痛。昼寝とかする？するよ。肩脱臼？ライブ中はこんなことつけてるの？その日にやる。ルーンって何？お、まだやってたか。おかえり。僕も会いたい。ももある。じゃあもう髪知らず。眠くない？眠そうに見えるでしょ。眠いからだよ。お腹すいたのね。胸がキュンと桃色のファンタジー。だって寝ないのってまだ事務所だもん。二重は二重なんだけどね。その日によってね違うからね。顔が不安定、安定がないのよ。散らばってきたん。終電間際のホームで、明日も早起きで、過労でやつれてボロボロ、油の切れた歯車。おはられるといい。見抜くの？わかんない。お腹が空いたか、そうか。ねえねえ、全身麻酔してないよ、まだ。今夜ありがとうございます。ライブといえばナイクルって何か言えば 入れるの ?CD1 枚で入れると思う、今。ナイクル来てね。会員会もあるよ、その日は。ねえ、ちょっと待って。あ、ぐちゃぐちゃになってきちゃった。それは、任せよう。私、こういう器用なことすると、いいことが起きないから。眠いな。そろそろ電池の残量がやばい。電池の残量。お前が最近仲いいの誰？最近？リキ。違う。結構仲いいよ、いろんな人と。まつげ長いのね。ありがとう、この時間ラーメンとかも。あー、ママルのこと好き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 だって。嬉しい。今100枚ぐらいは書いてんじゃないかな。まだね、こんなにある。こんなに見せてあげる。重たい重たい。あー、あれ、こんなに、あ、重たかった。手が折れる。折れないね、私の手は。重たかった。もうさ、あれだよ、なんだっけ、ごちゃ混ぜのせいで手が筋肉痛なんだよ。痛い。うん。10月12日の神ライブでも出る。ラーメンは醤油派、醤油派。豚骨。篠崎英一に書いてもらえば、そしたら売れるね、CD。あ、DVD。頑張って書くよ。スペシャルバージョン書いてみよう。あ、かわいい。キラキラ。サンキュー。え、もうこれじゃん。マジか。You。あ、かわいいの書けた。見て。ほら、サンキューって書いてみた。ニコちゃん。停止しよう、ちょっと疲
疲れた。目が。今日書いたよ、すごく。明日は何するの、みんな。明日は何するの。なんか目薬いっぱいさしてよ。スマイルコンタクト。テストは明日は普通に仕事です。大学だ。大学で、ね、明日は明日なんかが。もう早くなってるフレーム。明日は手伝いがあるんだよ。頑張ってね。明日は実習で、いや、森の中にいる。フレーチェルイベントにこそ。明日はトリプルAさん行くの。いいの。明日はね。では飲むって、逃げそう見る。学校。ライブ見る。モンハルのプレイボーイ見る。めっちゃ眠そう。明日は面接。みんな忙しいんだね。はるか親知らず抜いてくるよ。そしてみんな、デビュー。めっちゃ乗ってるの。待ってね。一瞬にしてあげる。有村架純ちゃんもかわいいな。ほらこんな感じで、ほらこっちにも載ってるよ、ここにも。ぜひ皆さん見てください。それではまた明日ね、ママヘルちゃん。まあ明日は休暇の母。はるかの家だよ、青春トロフィカルマル。ただぜん当たりのジャケットも書いてます。いっぱい書いてるよ、当たりはいっぱいありすぎて。それでは、またね。眠いから、早く帰るよ。バイバイ、いっぱいコインとかありがとう。バイバーイ。またね、お疲れ。バイバーイ、ありがとう。